ダイナサルフー、簡単操作ガイド、基本操作、固定色で点灯する。点灯したい色のボタンを一つ押します。押したボタンに設定された色のみ点灯します。 色の設定を変更したい場合は、色設定の動画をご覧ください。色の変化で演出する。点灯したい色のボタンを2つ以上順番に押します。最初に押した色1で器具が点灯し、 次に押した色2に向かって移行していきます。色2に完全に移行した後、色1に向かって移行していきます。移行、循環します。初期設定は、白レベル100、調光100、発光色が循環する速度は5秒です。演出の設定を変更したい場合は、演出設定の動画をご覧ください。 スタンバイ状態にする。点灯中または演出中に、色設定ボタンと演出設定ボタンを同時に押すと、器具が消灯します。もう一度、ボタンを同時に押すと、点灯、演出に戻ります。 設定を初期化する。上下ボタンを同時に3秒以上押します。すべてのボタンが点灯すれば、初期化完了です。この操作を行うと、設定が工場出荷状態に戻ります。